会のうちみな兄弟なりと、ナマンダブツナマンダブツナマンダブツ。実は今日も時間ありません。今さっきお子さんを務め、お子さんを終わったばっかりですね。講師は真子さん、年いった方々30人ぐらいですかねと一緒に、声高らかにお正信げをと言いたいところですけど、ご一緒することはちょっとなかなか今難しいんで、私のお勤め聞いておいてください言うてね、皆さん黙っといてもろといて、でお正信げ一人でお勤めし、それから、こうご法話をさせてもらって、今終わったようなところです。でそれからまた今日日曜日なんで、またいろんなことがございますんで、今日もそんなにたくさんお話しすることができません。でそういうことで、宗派を離脱しようと思っているご住職とお話をしてっていうのを昨日ちょっとお話をしましたんで、これもちょっと続けてお話をしようかなと思うんですけど、残念ながらなんていうかな、その人と喋っていてもご褒美の話なんかにはならないと。で寺院活動も、まあ寺院活動な商売ない世界できないんだろうけれども、なんか寺院としての活動がどうのっていうような話にもならないと。で、結局あるのはなんか御門徒の関係がまずくなって、どうもあれでこうでっていうような話ばかりが続いていくと。でご本人も関係が悪化した発端になった事件があって、その時すぐに教務所に相談したんやけど、本人の弁によったら全くまともなこう対応ではなかった、諦めたと。で私はまあそっちの方は客観的なもんではないと思うんですけど、やっぱりそれだけ大きな問題があって、こう相談されているんやから、それを後のために記録に残してないという教務者のありようには私とてもおかしいなと思ってます。まあしかし救いはで教務所があかんかったから本山に連絡して、本山に相談したら、本山では比較的、ま、ちゃんと時間取ってくれて、きちんと相談をしてくだに乗ってくれたということで、こっちの方はちょっと救いだったなと思いますが、しかしそういう助言も虚しくて助言も虚しくて、今なんか本当に大きな問題になろうとしていると。で、それについていろんな問題をやっぱり感じざるを得なくて、やっぱ教務所のありようとかそんなこともやっぱ感じますね。大変感じますね。で、それからこう総長さん、副社長、副総長さん何してはったんですかってね、2期にわたってるんですけども、そのこう前回や前々回の総長さんとかから問答が始まってるけど、その時の総長さん担当の、副総長さんって 何してはったんですかって、何もしてないと。で前の総長さんは、こう問題もだいぶ大きくなっていった後だったんだけれども、だからちょっとは動かはったようですが、まあ基本何もしておいでにならないと。じゃあ副総長さんどうなんですかって言ってたら、副総長さんも何もしておいでにならないと。そしたら約8年間ぐらいの総長さん、副総長さん何もしておいでにならないと。でじゃあ周りのお寺の人はどうしたんですかって言ったら、なんかこの面白い話として、こうなんていうかな、面白半分にこう酒の魚屋されてるだけだと思うとおっしゃいます。まあそういうところもあるかなと思いますが、そればかりでもないと思いますけども、まあそういう部分もあるんだろうと思いますね。なんか人の不幸は蜜の味みたいなところがやっぱり、お坊さんの中にもありますから、そしたら周りのお寺の人はどこまでこう、 うまいこと言ったら面白くないし、面白くない状況やったら面白くてしょうがないみたいなね、そういうとこ私たち僧侶の中にもたくさんありますんで、弱ったようなもんやなということを思います。まあそやけど、まあどこどうつっついでみたってそやけど、そりゃそうやなと思いますけれども、やっぱりご本人の口からこう教化活動がどうしたとか、それから浄土真宗の教えがどうしたとかいうような話は全然出てきません。でこれは別にその人ばっかりじゃなくて、みんな出てきません。で出てくるのはどんな時に出てくるかというと、例えばお説教師さんがご法話する時には出てきます。ね、
でお説教したんじゃなくても、ご住職がしゃべらなあかん時には、ご法話せんなあかん時には、その時には出てきますけれども、それ以外の時に生活の中に仏法というものがどれぐらいあるのかなというと考えた時に、僧侶の中にこう仏法というものが、こうあまり生活の中では生きてないかもしれませんね。儀式であったり宗教行事であったり、そういった時に、人に話さんがためにですね、人に話さんがために、自分がそうせ、そう、それを元にして生きていこうなんて思ってなくてですよ、それはもうね、上から下にね、他者に、お前らこうせよというような形でもって、人に説くために、人に話すためにあるのが、その人たちの仏法なんじゃないかなというふうに、考えることがやっぱ多々ありますし、それはやっぱ取りも直さず自分自身の問題でもあるんですね。今日だからご法話しましたみたいなことを言いましたけれども、それがどんだけ、自分の身になってるのかなというようなことを考えたときに、やっぱりこうね、人に話すために法話してるのかなということをやっぱ反省しますですね。やっぱりあのご往生どうやったら、山のあなたの空遠くにあるわけではなくて、やっぱこの自分が今いるここが、こう自分の世界としてはこう江戸なんだけれども、これを悟りの世界の仏さんがご覧になっているその世界がお浄土なんだっていう、その自分のものの見方がこの江戸と浄土を作り上げていくんであって、この小毛なる分別、それから欲望や憎悪にまみれたこの、眼でもってものを見て、でそれを判断し、それによってその判断から行動を起こしていくから迷いが深まっていくんで、これを悟りの目から見たら、同じ、この同じ環境がですね、仏さんの、この物見な金色に輝いている世界に見えるということやからね、やっぱりあのみんな同じ問題なんやけど、これを人に話すために喋ってるのか、あるいは自分自身の問題として喋ってるのかということを考えたときに、やっぱり何かこう見落としているものが自分の中にもあるなというふうに思わざるを得ません。でそう思った時には、この人やっぱ人の姿はよう見えますから、こう自分のことはわからないけれども人の姿はよう見えますから、やっぱりあのこうみんなその人だけではなくて、周りの人もみんな、そして自分もやっぱり人に話すために、人に説くために、外面を作ろうためにこの仏法を語ってるんやないか、で仏さんと共にあって僧侶をやってるんやないかっていうことをやっぱこう見直していかなきゃいけないということかなと思いますね。それをですね、ね、そういうことがやっぱみんな欠けているんで、それでやっぱりカナダの話に戻りますと、カナダの話でもやっぱ3つスキャンダルの事件があって、一つは一方の側の資料しかないからわからないけれども、この一方の資料のところから見ていくと、やっぱこれ3つが3つとも、この2つはまあはっきり分かってるんで、3つが3つともやっぱり会計士さんとお金に関わる問題です。でそういうことで、お金はやっぱりどうしても必要なもので、あの寺を運営していくのにもお金必要なん でそこにやっぱり、なんか不正が起こっちゃうようなかな、そういったこともこれも問題だし、それから、そんな風にしかやっぱなんていうかな、そういうところを追及されてしまうようなぐらいしか強化活動ができていないというところも問題やし、でそれやっぱりカナダの問題で言うと、申しましたように昼間から酒飲んで喧嘩しとるやつも結構おったやみたいなこと書いてありますけども、やっぱりあのこう僧侶自身の在り方の問題がやっぱり問われてるんかなということを感じてですね、そこにやっぱり歴史の中から自分の生き方を問い直していかんなあかんのかなということを振り返ります。今日はこれぐらいにしておきます。